前の動画では世界一長い曲のお話をしましたが、今回は少し過激な日本一長い曲についてのお話です。それでは早速、日本一長い曲はこちらです。小杉武久作曲、革命のための音楽で、演奏時間は5年です。世界一に比べると短く現実的な長さな気もしますが、この作品を聴ける日はおそらく来ないでしょう。なぜなら譜面通りに演奏すると目をえぐり出さないといけなくなるからです。少し怖いお話でしたが、この自由な発想こそが音楽の面白さの一つだと思います。